高高一体、高品高金筆部分石山寺縁起絵巻とは、石山寺の創建と、本尊の観世音菩薩の霊あ新たかな苦読の数々を描き表した自社縁起絵巻。全7巻、計33段。石山寺蔵、重要文化財。1巻から3巻は、聖中年間頃の鎌倉時代遺末に、春ス根源元気への作者、高品高金率いる、 公開派の工房で描かれたとみられる。しかし、右与曲折を経て、全七巻が完成したのは、500年近く経った1805年、頃である。石山寺の歴史や、信仰だけでなく、当時の貴族や、庶民の生活を伺える点でも貴重な資料であり、教科書などの図版としてもしばしば用いられる。石山寺の演技を記したものは、この絵巻以前にも、 数種類知られているが、どれも断片的で、本絵巻が最も体系的に最多のいず話を収録している。段数の33という数字は、ホッ行に観音菩薩はあまねく主情を救うため33の姿に変身すると説かれていることに由来する。僧女に当たる石山寺演技絵巻の第一巻第一弾中ほどに、漢字、数と落老を継ぐに、 霊源無双の柄がらんあることを期するのみならず、聖火聖中の小読み、王道開口し、物価昇流せることを知らしめむとすまりとあり、本絵巻が小中年間に企画され、石山寺の霊源のみならず、王道が回復し、物価が流盛していることを示したいという明快な目的が書かれている。本絵巻は当時の党員家当主、 当院金方と、その弟で石山寺第十七代す増森が企画、原文を制作したとする説が有力である。当時の当院家は、天皇の外籍として力を持っており、石山寺演技の最終段では、五代醐天皇即位と後宇田天皇の陰性復活で、大断円としていることから、成中の変で動揺した王法が回復し仏法との調和を取り戻し、国家、 社会の平穏と加護石山寺のニオイリン観音に祈る気持ちが込められていると推測される。石山寺縁起絵巻第六巻、第二十六弾。中原近吉が山城国わずかに隠れる、無本人を追悼する際、まず石山寺に参詣して、その成功を祈願した。その加護によって近吉は、勝利を収め、炎の中まっさに無本人を斬首する場面。 燃え上がる炎は、平家、物語絵言葉三条度の幼内巻、残首する様子は、平家、物語絵言葉、新勢巻を参考にしていると考えられる。石山寺縁起絵巻第七巻第三十一段。母を助けるため身売りした娘が嵐に会うも、一心に、石山観音を念じると、白馬が現れ娘を水際まで引き上げる場面。 背景には人会たちの断末魔の様子が見える。その後、娘は結婚して、母を養い、裕福で幸せな人生を送った。石山寺縁起絵巻は、その完成に至るまで、非常に複雑な経緯をたどっている。かつては、最初は、全七巻が完備されていたが、後に失われていった巻を随時保管していったと、見られていた。しかし、当時の記録類から、 当初全7巻の言葉書きの原文と、第1から3巻までの絵しか完成していなかったと推測される。そして、40年ほど経って、当院金方の子で石山寺座ザス、高島守が、すでに複数存在していた言葉書きを競合し、さらに絵巻物にふさわしく和文化した言葉書きを付して、現在の第1から3巻を完成させ、 その後はその言葉書きをもとに絵が追加されたとするのが通説になっている。第5巻は、言葉書きは、三女左家の霊勢試しげ。絵の作者は不明だが、人物描写の共通性などから、有数念仏演技絵巻や、新蘭聖人絵伝、本田創病演技絵巻を制作した、淡田口高光の筆とする説が有力である。第4巻は、言葉書きは、三条西さねたか。 絵は、寺の言い伝え合い土器の鑑定では、土佐光信とされるが、絵の描き方が、更新よりも、伝統的な山和絵に近く、人物の要望表現も更新は主なが、絵巻の絵師は、丸顔と大きく異なる。また、伝光信作品の中には、鶴荘子、狐草子、白病平家物語絵巻など、本絵巻と同一筆者とみなせる、作品群が伝存する。そのため、 後進とは異なるが一家を構えて、当時一流の文人貴族だったサネタカと合作できるほど名声があった、おそらく後進より年長の土佐派の有力絵師の手になると推測される。絵師の候補として文野筋にあたる土佐行程が挙げられが、行程には確実な基準策がなく、推測の域を出ない。マキロクナナ七キは、言葉書きは、アスカイマッサーキ。絵は、 谷に文長が2年がかりで完成させた。この両感政作の背景には、考古家の側面もあった松平定信と当時の石山寺座洲で江戸中高の外も言うべき見事と剣と高校を通じた交流がある。定信は文長に一層一北たりとも文長が死を禁ぜられたと言い,い、真図は定信自ら指導し、図用に関しては古い絵巻きなどから抜き出して使用している。 ありがとうございます。